ヤフェットコットーはアメリカ合衆国の俳優、アフリカ系アメリカ人。ニューヨークのハーレムにてイボニンの両親の間に生まれた。父エイブラハムは王族の家系であり、カメルーンのドゥアラの皇太子である。コットーの両親はアフリカ系ユダヤ人であり、コットーも経験なユダヤ教徒であった。黒人のユダヤ教徒であったために、幼いコットーはニューヨークではいじめの対象となっていた。 コットーはシナゴーグへ行き、キッパーを被ることで、ブロンクスのバプテスト教会の人間と殴り合いになった、と語っている。役者の勉強をしていたコットーは、19歳の時にオセロでプロの役者デビューを果たした。以降、コットーはブロードウェイに活動拠点を置いた。1963年に四4テキサスで映画に出演。百六十四年のナッシングバット、エーマンで、 銀幕デビューした。その後、007死ぬのは奴らだの、悪役ミスタービッグ役、大ヒット作、エイリアンノーパーカー役を経て、以降、名脇役として評価されている。2021年3月15日、81歳で死去。ありがとうございます。